大戸村は福島県にかつて存在した村。北合津郡に属していた。現在は合津若松市の一部であり、当項目では現在の合津若松市、大戸町についても述べる。日本福島県合津若松市大戸町、合津若松市大戸町上三期付近現在の合津若松市南部にあたる。阿の牧温泉があるほか、農村集落、水田。 山林などが広がり、阿賀川が流れている。同地区を国道118号、福島県道23号藍津高田上見寄線が経由している。また、藍津鉄道藍津線が経由しており、道線の天谷駅、足の牧温泉駅、大川ダム公園駅、足の牧温泉南駅がある。主要地区の現況を述べる。大都町中部の地区。 国道118号が地区を縦貫しているほか、合津鉄道合津線も地区を縦貫するように通過しており、地区内に足の木温泉駅がある。また、地区の西側を阿賀川が流れているほか、地区内に私立大戸小学校、私立大途中学校がある。地区内には水田、山林などが広がるほか、事を南原大図田の集落がある。大戸町北部の地区。 周辺に、石村、区内、下雨屋、上雨屋の地区がある。周辺を国道118号が縦貫しているほか、合図鉄道合図線も縦貫するように通り、雨屋駅がある。地区の西側を阿賀川が流れるほか、地区の東側は山地になっている。また、上雨屋、下雨屋、区内、石村などの集落がある。大都町中部の地区。 合図鉄道合図線が地区を縦貫するように通る。地区の西側を阿賀川が流れる他一部で水田などの農地、集落があり、地区の東側は産地になっている。上越を、下小地を、引き下げなどの集落がある。大都町西部の地区。1955年4月1日に大沼郡本郷町の一部を編入合併した地域である。 国道118号が地区を縦断するように通るほか、地区の東側には阿賀川が流れる。また、川端、平沢などの集落がある。新国道で足巻木地区とつながっているため、小谷温泉は足の木温泉として一緒に紹介されているが、新国道ができる以前は大沼郡本郷町であり、足巻木地区の対岸にある別個の温泉であった。大都町南部の地区。 国道118号が地区を縦断するように通過する。ほか、合津鉄道合津線も経由する。地区を赤川が流れており、加えて、地区北側1、大都町南部の地区、合津鉄道合津線が地区西部を縦貫するように通っており、大川ダム公園駅、足の牧温泉南駅がある。地区の西端の赤川に大川ダムがあるほか、大川ダムのダム湖、 若豪湖の西側約半分も東地区に属している。若豪湖には、福島県道214号、足の巻温泉南停車場線の大川湖面橋が、かかるほか、地区の東部は山地になっている。また、周市、桑原の集落がある。大都町東部の地区。山地が広がり、大都学がある。闇川、黒森などの集落がある。ありがとうございます。